か僕とコーチの方々が一緒に働いているところでなかなかこ うまくいかなかったり、そういったところありましたし、そのコーチそのものの能力を 100% 出せなかったというところもあったと思うんですけども、まあ、そういった環境というか、まあ、そういったところを作ったのも僕の責任で、まあ、そういったところは僕は責任を取って、それは謝るべきだと思います。 Tomorrow will be the last game and I want to leave that withsaying that I'm really sorry for this, and I take a full responsibility for not being an A-class team. I know that some of you guys are better coaches than this, but I took that away from you. まあまだ明日1試合残ってますけども、まあ本当にここにいる皆さん A クラスの能力のあるコーチだと思ってますけども、まあ、その能力っていうのを引き出せなかったっていうのは僕の責任ですし、そのことに関しては本当に申し訳なくなってます。僕からは以上です。